それでは、はい、さーい。はい、たーい。龍大やいびー。はい、みなさん、こんにちは。龍大やいびーのお時間がやってまいりました。この番組は、現役龍大生の学生や教職員による、研究や龍大、沖縄の威力について語り、琉球大学沖縄を盛り上げていこう、そして受験生や現役の学生さんに琉大の魅力をお伝えしようという番組です。今週のパーソナリティは研究企画室 URA の稲峰です。よろしくお願いします。本日は収録形式でお送りいたしますので、ちょっといつもと違った形なんですが、皆さんちょっとよろしくお願いします。まず最初にイベントの案内です。放送日7月22日の翌日23日に、西原町役場そばの町民交流センターにてグローカルフェスティバルが開催されます。琉球大学国際教育センターと西原町共催のこのイベントでは、国際交流を目的にいろんな国の文化や食事などに触れる機会を作っているそうです。スタンプラリーやキッズコーナー、ヒューマンライブラリーなど盛りだくさんなイベントですので、多くの方のご来場をお待ちしています。明日23日、西原町役場そばの町民交流センターに10時半開始ですので、お時間のある方はぜひお越しください。その他、龍大 EIB 院では、Twitter と Instagram にて情報を発信しています。ぜひ Twitter や Instagram の方も検索して確認してみてください。それでは、本日のゲストを紹介いたします。琉球大学整形外科講師の東千夏先生です。東先生は現在実施中のクラウドファンディングプロジェクト、スポーツ障害に悩む若者、中高年、さらにプロアスリートを助けたいのプロジェクトリーダーもされています。本日はクラウドファンディングの背景や目的なども伺っていきたいと思います。東先生の所属する琉球大学整形外科は、西田幸太郎教授のもと、脊椎グループ、腫瘍グループ、手の外科である手外科のグループ、小児リハビリグループ、人工関節骨盤形成グループ、そしてスポーツ障害とリウマチを扱うスポーツリウマチグループから構成されています。スポーツリウマチグループに所属する東先生は、整形外科全体においても医局長及び講師としてご活躍されています。臨床現場だけでなく、教育や研究も牽引されている東先生のお話を伺っていきたいと思います。東先生、それでは本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、それではこの後詳しくお話を伺っていきたいと思います。ラジオをお聞きの皆さん、YouTube でご覧の皆さん、こんにちは。琉大 EIBEAM FM ギノワン 79.7MHz でお届けしています。今週のパーソナリティを務める研究企画室の稲峰です。本日は収録放送でお送りしています。本日のゲストは、クラウドファンディングプロジェクト、スポーツ障害に悩む若者、中高年、さらにプロアスリートを助けたいのプロジェクトリーダーで、琉球大学整形外科の講師、東千夏先生です。それでは東先生、改めまして本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速ですが、東先生、まずはじめにですね、整形外科という東先生が所属するいわゆる診療科についてお話を伺いたいんですけど、整形外科っていうのはどのような科になりますか？整形外科っていうのは、運動に関わる、骨や、筋肉や関節、そういうものの、障害ですとか外傷とか、そういうものを、そういう、治療を扱う領域になっています。はい、で、その中でもうちは、西田教授が脊椎の、ご専門が脊椎ということですので、脊椎に関しては最近うちの大学でこう始めているものに関しては、成人脊柱変形といいまして、高齢者になってから椎間板ですとか骨の変性なんかで脊柱が変形してきてくるという疾患があるんですけれども、そういう治療に当たったりですとか、あとは、小児、リハビリなんかも、龍大の特徴なんですけれども、先天疾患なんかをの治療なんかに当たっています。はい、
なるほどですね。まあ、運動に関わるっていうところで、まあ、筋肉、骨とか関節全般を扱っていて、まあ、それを外科的に治療するっていうところなんですね。はい、ちなみに脊椎っていうのは、いわゆる背骨っていうことですか？そうです、背骨ですね。はい。そうですね。じゃあ、こう、はい、背骨の変形であったり、そういったところも見られているっていうことなんですね。はい。はい、はい、ありがとうございます。その中で、東先生が属しているスポーツグループは、どのようなことをされているんですか？はい。うちのスポーツグループはですね、実はそのまだ若いグループでして、2020年にできたグループでして、その中で、まあ、スポーツ外傷ですとか、スポーツ障害、まあ、そういうことを扱っているグループになるんですね。うん、で、スポーツ外傷っていうのは、まあ、簡単に言うと、まあ、1回の大きな怪我で、起こる例えば骨折であったりだとか靭帯損傷であったりだとか、あとは半月板損傷であったりとか、あとは、まあ、捻挫のひどいもので靭帯が切れたりとか、まあ、そういうものを、まあ、扱うそのスポーツ外傷の部分と、もう一つはその、まあ、慢性的にこう何ですかね、こうある一定のこう負荷がかかることによって、まあ、筋肉ですとか筋肉のつく部分であったりとか、骨と筋肉がつく部分であったり、靭帯と骨がつく部分であったり、そういう部分に、まあ、障害をきたすスポーツ障害っていう、その2つの大きな疾患をですね、扱っています。はい。あ、なるほど。じゃあスポーツ外傷っていうのは、さっきあったような1回の怪我でって言ってあったんですけど、これはじゃあ、はい、スポーツをして生じたこういった外傷ってことなんですか、それともスポーツをする方のこういった外傷っていう方？そうですね、スポーツをやる方でもそうですし、あとはその、まあ、例えば、まあ、私たちみたいな中高年なんかが、うん、こう例えば久しぶりにテニスをやりましたって言った時に、うん、アキレス腱切ったりっていうことが結構あるんですよね。あ、なるほどですね。まあ、はい、そういう意味ではその、まあ、スポーツに、スポーツをやってる際に起こる外傷っていうのもありますし、うん、はい、なるほどですね。じゃあ、まあ、決してこうプロのアスリートとか、まあ、そういった例えば、まあ、高校球児とかそういったのに限らず、まあ、スポーツされてる方とか、はい、まあ、全般の、まあ、怪我とかっていうのを扱われてるってことなんですね。はい、そうです。はい。なるほどですね。ありがとうございます。ちなみにスポーツ外傷はこうちょっとイメージつく方も多いかなと思うんですけど、スポーツ障害についてもう少し例えば身近なもので言うとこんなのがありますよとか、はいはい、そういったのも教えていただいていいですか？はい、私たちやっぱりそのよくスポーツ障害なんかでよくその中学生高校生なんか のサッカー少年であったり野球少年であったりっていう学生さんたちを見る機会が結構あるんですけれども、その中で、まあ、多いのがオスグッドシュラッター病といいまして、お皿の骨ありますね。はい、お皿の骨の下に室外腱という腱があるんですけれども、うん、まあ、そちらがすねの骨につく部分があるんですけれども、はい、そこの室外腱とその、まあ、すねの骨のことを頸骨と言いますけれども、はい、頸骨の付着部の部分で少し障害を起こして痛みが出てくるっていう、うん、オスグッドシュラッター病っていうのがあるんですけれども、うん、そういうものが結構スポーツ障害の、まあ、代表的な疾患かなと思います。うん、なるほどですね。じゃあ、こういった、まあ、オスグッドシュラッター病なんかは、まあ、決して珍しいものではなくて、はい、まあ、結構、まあ、一般の高校生とか中学生とかでもよく見られる病気、まあ、病気の障害なんですね。はい。特にそのジャンプをするとか、キックをするっていう、うん、動作ですね。なので、サッカーをやる方であったり、バレーボールであったりだとか、うん、そういう方に多いかと思います。なるほどですね、はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとこのあたりがまさに今日この後お話を伺っていくクラウドファンディングをされている背景にあるのかなと思うんですけど、ちょっとその前に一旦こう東先生のこう、まあ、整形外科にこう携わっている中でどういった形で今まで他のお仕事されてきたのかっていうのを伺っていきたいと思います。はい、はい、東先生は今琉球大学の整形外科にいらっしゃいますが、はい、大学ご卒業されてすぐ琉球大学に、まあ、これは、まあ、勤務というか就職されたんですか？そうです、私は、2000年に、琉球大学を卒業、琉球大学の医学部を卒業したんですけれども、まあ、そのまま、4月で5月ですね、5月に、整形外科の方に入局をしまして、うん、それからそうですね、3年間から4年間ぐらいは
整形外科一般のことを学びました、うん、その中でずっとその大学勤務ではなくて市中病院ですね、例えば私はまあ中部地区の方で仕事をすることが多かったので、うん、中部特集会病院や、中上病院の方で、まあ、いわゆるその整形外科一般的なことを、経験する期間がありまして、まあ、その中で実際に、まあ、いわゆるその外傷であったりだとか、まあ、骨折の治療が、骨折の手術が、ほとんどだったんですけれども、そういう一般整形のことを、そこで学ばせていただいたという期間がありました。その後私は大学院の方に進んで、まあ、北海道大学の方でですね、前十字靭帯の、研究に携わらせていただいたんですけれども、そういう期間のきっかけもあって、スポーツというところに少し興味を持ち始めたという、経緯がありました。で、大学院を卒業した後も、やはりその市中病院を、南部特集会病院であったり、与那原町病院であったりっていうところで、うんうん、勤務をさせていただいて、その中でもやはりスポーツに関わることが結構ありましてですね、うん、その中でやはりこうなかなかスポーツ障害っていうのはなかなか難しいなっていうのを常々感じていたんですね、リハビリがなかなかうまくいかないですとか、あとは内服治療がうまくいかないとかっていう中で、手術をするとなかなかこうなんですかね、運動を制限しなきゃいけない期間が出てくるだとか、そういうところで、スポーツ整形というところのちょっとこう難しさを感じていたんですけれども、その後私は2011年に留大の方に戻ってきまして、そこで今、私の専門は実は関節リウマチなんですけれども、そのリウマチの領域を、2011年頃から関わらせていただいて、今はリウマチ診療の方に従事させていただいています。なるほどですね。じゃあ最初に整形外科 の、全般的なことを経験されて、そこからより特異的な領域、今回で言うと、先生で言うとスポーツだったり、あとはリウマチの方によりこう経験を積まれていって、今現在勤務されているっていうところなんですね。はい。ありました。ちなみに、今、先生が所属されている琉球大学と、また先生がいらっしゃった一般、その他の地域の病院とかがあると思うんですけど、扱ってる病気であったりだとか、治療で違うところとかっていうのは、どのようなところが違うんですか？そうですね、基本的には、整形外科一般的なことを、市中病院なんかでもほとんど同じようなことをされてるんですけれども、ただ、琉大病院のやっぱり、琉大病院の整形外科っていうところの特徴としては、やはりその小児の先天疾患というのはなかなかやっぱり市中病院でやるのは難しいので、そちらが一つ特徴としてありますし、あとはその悪性腫瘍ですね、悪性腫瘍に関してもやはりなかなか市中病院でやるのは難しいので、あと大学病院でやっています。それとまたうち教授が脊髄が専門でいますので、教授が来てからですね、今まで手つかずだった部分の側弯症、症候性側弯といって、はい、要は先天的な病気があって、でだんだん進行してくる側弯症といって背骨が曲がってくる病気があるんですけれども、そういうものであったりだとか、あとは高齢者になってきて骨が壊れてきたり、あとは椎間板が壊れてきたりっていうところで、背骨が歪んできて腰の痛みであったり背中の痛みであったりっていう方が それが強くなる方がいらっしゃるので、そういう方 の変形矯正なんかを、今やっています。また合併症、一般病院でもやってる治療ではあるんですけれども、全身的な合併症の多い方ですね、例えば心臓であったりだとか腎臓であったり肝臓であったり、そういう内科的な疾患がちょっと持病が重い持病があるのでという方 の治療なんかを大学病院の方で担ってやっています。なるほどですね。はい、小児の先天的な疾患であったり、腫瘍もそうなんですけど、やはり難しいであったりだとか、高度な治療っていうところを大学病院で担われているっていうところなんですね。
はい、そうですね。はい。あともう一つ、うちの特徴としては、はい、足の部分ですとか、足首の部分というのは、やはりなかなか今、県内でも、手術ですとか、治療をされている先生が、まあ、いらっしゃらないわけではないんですけど、本当に数えるぐらいしかいなくて、なんですかね、先生方が少なくていらっしゃるので、まあ、そういう領域も今、大学の方で担ってやっています。あ、なるほどですね。じゃあ、部位によってやっぱりこう、大学病院だけでしかできないわけじゃないけど、まあ、やっぱりこう、珍しい部位って言ったら変ですけど、まあ、そういったところなんかは、できるところも限られちゃってるっていうことなんですね。そうです。はい。なるほどですね。これ、ちなみに、先生の、今ご専門であるリウマチもそうなんですけど、この今回のテーマであるスポーツ障害については、まあ、琉球大学で、どのようなご活動をされているんですか？はい。実はですね、実はそのスポーツ障害なんかを見てるのは、おそらく一般病院の方が多いんじゃないかなとは思います、実は。はい。ただ、うちの、グループの先生方が、まあ、例えばその週に1回バイトに行ってる病院であったりだとか、まあ、ちょっと不定期で、外来の応援なんかを行く病院なんかがあるんですけれども、やはりそういうところで、スポーツの先生来てるからっていうことで、こう、紹介されて、やはりそこで、スポーツ障害の学生さんであったりだとか、あとはまあ大学生であったりだとか、あとはその一般の、成人している方であったり、あとは中高年の方の、やはりそのスポーツをされている方って、やはり結構いらっしゃって、はい、こういう方たちの、やはりその治療に当たることが、まあ、実は多いですね、スポーツ障害に関しては。なるほどですね。じゃあ、まあ、琉球大学だけじゃなくて、市中の病院でスポーツの障害にかかられていたときに、まあ、見てる先生が実は琉大の先生だったってことも、はい、あるんですね。はい。なるほどですね。じゃあ、まさにこのスポーツ障害を扱われている東先生なんですけど、ここからクラウドファンディングについてお話を伺っていきたいと思います。先生が今、こう、実施中のスポーツ障害に悩む若者、中高年、さらにプロアスリートを助けたいっていうプロジェクトが、クラウドファンディングのプラットフォームの Ready4 で今行われていると思うんですけど、はい、でこのプロジェクトについてご説明いただいてもいいですか？はい。こちらのプロジェクトは、収束型体外衝撃波という、まあ、医療機器になるんですけれども、うん、まあ、こちらを購入するための、まあ、資金集めのため の、 クラウドファンディングになっています。うん、で、まあ、この体外衝撃波っていうのが、すごくいい機会でですね、まあ、実は保険収載といって、まあ、実はそのある疾患に対してはこれだけの、保険治療費を取って治療していいですよという、うん、医療機器になってるんですけれども、まあ、その中で足底腱膜炎といってかかとの骨にですね、足の裏にこうすごく強靭な靭帯、足底腱膜という靭帯があるんですけれども、その靭帯がそのかかとの骨につく部分があるんですけれども、そこが炎症を起こして痛みを生じる足底腱膜炎という疾患があるんですけれども、そちらにすごくよく効くということで、この機械が実はあります。ただこの機械なんです、この体外衝撃波なんですけれども、実はその足底腱膜炎だけではなくて、いろんなその腱と靭帯の付着部の炎症ですとかですね、うん、そこの、まあ、障害にすごくよく効くというのが実は言われていて、うん、でこの機械がぜひ欲しいなというふうに考えています。でこの腱付着部炎っていうのが実はそのスポーツをやってる、まあ、中学生高校生大学生でも起こりうりますし、また普段のですね生活の中でよく使いすぎ症候群っていうのがあるんですけれども、うん、例えばその重いものをよく持つ方で肘の方のテニス肘のような症状が出てきたりだとか、あとはウォーキングをされてる、まあ、中高年の方でアキレス腱の付着部の炎症を起こしたりだとか、そういうことっていうのが結構あるんですね。なのでそのスポーツに特化してなくても、そのいわゆるその一般の方なんかでも使いすぎてるがゆえにその起こってくる障害、そういうものにもこの体外衝撃波の治療というのはよく効くということが言われていますので、まあ、ぜひこの機械を購入したいなというところで、
まあ、今回このプロジェクトを立ち上げています。あ、なるほどですね、はい、じゃあもういわゆる医療機器でもう国に認められた機械で、まあ、もう効果もある程度こうもう分かっているものを今回新たに琉球大学で導入したい、でそのためのこう、まあ、資金をぜひ募りたいっていうところのプロジェクトっていうことですね。はい、あ、分かりました。とそれではちょっと一点伺いたいんですけど、まあ、琉球大学で、まあ、こういった体外衝撃波に限らず、まあ、様々な機械が導入されていると思うんですけど、今回琉球大学で、まあ、ここに導入するにあたってクラウドファンディングを使うことになるきっかけっていうか、まあ、その背景っていうのはどういったのがあるんですか？はい、実はですね、この機械すごくいい機械なんです。で、はい、実は大学にも購入できないかということで、うん、何度か相談させていただきました。ただこの機械がですね、残念なことに1000万を超す価格帯というところで、やはりこう整形外科に特化した、しかもその対象になる疾患が、うん、その腱の付着部症というところで、うん、まあ、限られているというところでは、なかなかやはりこういう公的な、まあ、高度先進医療をやらなきゃいけない機関というところでは、うん、なかなかその辺の購入が困難であるっていうことが一つ理由としてあります。うん、はい、ですので、まあ、なんとか皆さん のお力を借りながら、この機械が購入できないかということで、まあ、今回クラウドファンディングという形で、はい、このプロジェクトを立ち上げています。なるほど。じゃあ、まあ、いい機会なんだけど、やはり大学病院全体の経営とかを考えると、まあ、他の科でも使えるものであるとか、はい、まあ、いろんな病気に使えるものっていうようなところがどうしてもこう優先順位が高くなってしまっているっていうところで、大学病院という、まあ、その先進医療をやらなきゃいけないですとか、あとはその人の命関わる部分、特にまあこの3年ぐらいコロナもありましたので、うん、そういう意味ではこの生命に関わる部分というところはかなりこう皆さん積極的に動いてくれるんですけれども、うん、やはりなかなかこの整形外科という領域ではなかなかその辺が難しいというのが、はい、あります。あ、なるほどですね。まあ、そういった背景があって今回クラウドファンディングを利用されているというところなんですね。はい、ありがとうございます。ちなみに琉球大学のスポーツグループは実はこう一般の方だけじゃなくてプロのスポーツアスリートのサポートもされているってことなんですけど、こちらについてもお話を伺っていいですか？はい、2020年からですね、実はその琉大病院自体がその琉球ゴールデンキングスのメディカルサポートを担っているんですね。でその中で、まあ、整形外科のスポーツグループが、まあ、スポーツまあ、チームドクターとして、まあ、チームに帯同するということで、まあ、ホームのゲームには、ホームで開催されるゲームに関しては、うん、我々のグループでチームドクターとして試合に帯同しています。はい、でその中でやはりそういうトップアスリートの中にもやはりそのいろんな何て言うんですかね、やはりこうスポーツをやってた期間が長い、しかもそのパフォーマンスもすごく高いところでやってるっていう方たちっていうのは、やはりなかなかこう、いわゆるそのスポーツ障害みたいなものを抱えてる選手っていうのは、やはりこう、結構いらっしゃるんだなっていうのを、こう、見ていて思っていました。はい。なるほどですね。まさにこういったプロのアスリートの中でも、こういった障害をまあ抱えながらというか、まあ、隣り合わせでまあプレーされている方とかもいらっしゃって、まあ、こういった方々にも今回こう導入したいなって考えている体外衝撃波っていうのは、まあ、パフォーマンスを維持する上で、まあ、役に立つんであろうっていうことがこう考えられるわけですね。そうですね、はい、それはすごく思っています。特にその体外衝撃波に関しては手術とは違って日常生活を送りながらですとか、あとはそのスポーツをやりながら、あとトレーニングをやりながら治療を受けるっていうことが可能ですので、うん、そういう意味ではすごくそういうトップアスリートの方たちにも、うん、すごく有用な医療機器だと思います。なるほどですね。じゃあまあ、まさにこう今あったような手術をしなくて治療できるかもしれないってことで、まあ、プレーを、まあ、継続できるであるとか、まあ、やめないでいい
ていうようなことが、まあ、治療のメリットとしてあるわけですね。なるほど。まあ、やはりこうさっきあったようなこうどうしても命に関わる部分からっていうところでこういろいろこう制限があるかなと思うんですけど、まあ、そういった意味とはまた別の視点、まあ、QOL とかあとはこう、まあ、こう実際にスポーツやってる方の、まあ、人生であったりだとかそういったところで言うとやっぱりこちらの方もあの先生としてはあのぜひあの機会を入れて、まあ、治療を充実させていきたいっていうところがあるんですね。はい、はい、そうですね。はい、なるほどですね。分かりました。ありがとうございます。ちなみにこの機会なんですけど、あの琉球大学以外の大学病院ではいかがですか。例えば有名なこう整形外科がある 大学病院なんかとか、そういったところと比べてどうなんですか。はい、私その、全体的なことに関してはあのごめんなさい、あまりこう情報を持っていないんですけど、はい、ただ私すごく仲良くさせていただいているあの神戸大学の先生があのおりまして、はい、神戸大学というのはあのすごくスポーツ整形に関しては積極的にされている、はい、あの大学なんですね、うん、あのやはりその関西の方であのたくさん あのプロアスリートチームがありますので、うん、そうですね、あの野球の方でオリックスであったりだとか、あとは、ラグビーだったりだとか、あとはバレーボールであったりだとか、そういう、まあ、プロ あの選手を見てらっしゃる先生方があの結構いらっしゃるんですけれども、うん、その神戸大学の方ではその衝撃波は持っていないというふうにあの伺っているので、うん、まあ、そういうスポーツを積極的にこう見ているあの大学病院でも、まあ、こういうそういう公立大学 の、うん、あの大学病院っていうのはやはりなかなかこういう機器を買うっていうのはなかなか難しいのかなというのは、うん、なるほどですね、はい、その、はい、あの話を聞いてあのすごく感じました。うん、そうですね、まさにそういったところが今回こうあの通常とは違う、まあ、手順で、まあ、クラウドファンディングを利用する意義っていうところにもこうつながるのかなと思いますので、はい、ぜひまたあのここでいろんな方々にこういった取り組みについて知っていただきたいなと思います。とそれではですね、ちょっとこのクラウドファンディングについてなんですけど、先生これちなみにあの1000万円する機会ってことだったんですけど、このクラウドファンディング全体ではどれくらいの金額をこうあの集める予定なんですか。まあ、私たちこ あのクラウドファンディングが成功しない限りはこの機会を購入することができないの で、 ので、はい、そういったプロジェクトなんですね。はい、これはもうあのその目標金額に達しなかった場合にはあのいくら、例えば私たち今回目標1150万円の目標を立てているんですけれども、まあ、そこに1円でも足りなければ、まあ、このプロジェクトは、まあ、要はゼロになってしまいます。はい、ですので1150万を、まあ、最低集めなければこのプロジェクトは成立 しないので、まあ、その機器、あの医療機器を買うこともできないという状況ですので、はい、なので、まあ、残りあと、まあ、40日弱っていうところなんですけれども、はい、まあ、ぜひあのそのあたりでしっかりまた資金集めというか、はい、ご寄付を募っていただきながらということをちょっとまた進めていく必要があるかなと思っています。はい、なるほどですね。はい、ありがとうございます。ちなみにちょっと私の方から補足すると、クラウドファンディングにはこうあのいわゆるこう寄付していただいたものがあのそのままこう寄付入ってきて、まあ、例えば100万円のうち50万円のご寄付でのプロジェクトを行いますよ、足りない分は自分で出しますよっていうプロジェクトと、あの今東先生がおっしゃっていただいたような100万円集めてプロジェクトを実施するためには100万円集まることが条件ですっていうプロジェクトがあって、今回東先生の場合は後者の方 あのプロジェクトなので、あのこれがしっかりあの達成されないと、まあ、あの例えば1550万円必要で1000万円集まったとしても、あのこれが足りなければ、まあ、皆さんに返金っていう形になって、あの機械の購入には至らないっていうところがあるんですよね。はい、そうです。なのであの、まあ、ぜひあのこれを聞いている皆さんであのご興味がある方は、まあ、そういったところも少しあの支援していただければなと思っています。はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それではあの一旦ですね、ここで東先生の方からですねリクエスト曲をいただいていますので、東先生のリクエスト曲を放送して、その後ですねまた少しお話を伺っていきたいと思います。
今回の東先生 の、 あのリクエスト曲はバンヘイレンのジャンプですので、あのこの後あのリクエスト曲かけますので、皆さんあのぜひお楽しみください。はい、ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。リューダイアイビーン FM リューワン 79.7MHz でお届けしております。パーソナリティの稲峰です。本日は収録放送でお送りしております。本日のゲストは、クラウドファンディングプロジェクトと、スポーツ障害の若者中高年、さらにプロアスリートを助け隊のプロジェクトリーダーをされている、琉球大学整形外科講師の東千夏先生です。ここまで東先生には、整形外科での診療の様子や、また、クラウドファンディングの内容についてお話を伺ってきました。この後、東先生からはですね、実際に琉球大学でこの研究本の方の活動についてもお話を伺っていきたいと思います。まず東先生、ここで1曲、リクエスト曲をかけさせていただいたんですけど、今回の選曲の理由、バンヘイレンのジャンプを選ばれた理由をいただいていいですか？はい。まずその、私はこの曲を聴くと、もうイントロを聴くと、こう、ワクワクしてくるのと、あとはその、すごくこう、なんですかね、気持ちをすごく上げたい時ですとか、あとはよしこれから何かやるぞっていう時にやはりこう聴きたくなる曲だったので、リクエストをさせていただきました。なるほどですね。でもこの辺りはもしかしたらこうスポーツにこう普段からこう深いところにいらっしゃるっていうのももしかしたらなんかこうイメージと合いますね、私から。はい、そうですね。私も実際その若い頃は少しですけどスポーツやってましたので、バスケットだったりマラソンだったりやってましたので、はい、やっぱりそういう時に聞くとちょっとこうテンション上がるなっていうのは若い頃から思っていました。なるほどですね、はい、まさにそれにぴったりな曲だったかなと思います。はい、それでは先生、この後ですね、先生が関わられているまたは琉球大学の整形外科で行われているご研究についても少し伺っていきたいと思います。はい、はい、今現在、こう、琉球大学の整形外科で、行われている研究について、いくつか、こう、紹介していただいてもいいですか？はい。まずですね、今回私たち、スポーツグループの方で、やってる研究から、まずお話しさせていただきますと、まず一つはですね、うちは今、脂肪幹細胞といいまして、人間の脂肪組織から、出てくる幹細胞、ステムセルって言いますけれども、そのステムセル自体は、多機能分化機能がありまして、いろんなその細胞に分化するっていう、機能を持った細胞になります。でそういう脂肪幹細胞を使った再生医療をですね、今うちのグループでは研究としてやっています。今その幹細胞を使った研究が2つ進んでいまして、1つはですね、スポーツ外傷でよくある前十字靭帯損傷という障害があるんですけれども、その、前十字靭帯損傷断裂の後ですね、どうしても前十字を再建する手術になるんですけれども、その手術をする際に、骨にですね、腱をこう細工して、骨に腱を通して、靭帯を再建するという治療になるんですけれども、その時にその骨と腱 の、 接合部分ですね、そこの部分 の、 成熟を早めるために、この幹細胞がいい方向に働いてくれるんじゃないかということで、今その脂肪幹細胞 の、 その前十字靭帯断裂に対する研究なんかがまず一つ進んでいるのと、もう一つはですね、うちの形成外科 の、 教室とタイアップをしていまして、変形性関節症ですね、すごく多い疾患なんですけれども、変形性関節症に対して幹細胞を関節内に、ご本人の脂肪組織から採取した幹細胞を培養してですね、それを関節の中に投与するというような、でその投与したことによって変形性関節症が改善していかないかということの研究をやっていまして、これが、今年の秋ぐらいから実際研究ベースなんですけれども臨床研究をやっていく予定にしています。なるほど。今うちのグループでその2つの研究が進んでいます。それと、はい、あとうち の、 他のグループの研究としては、腫瘍の方で腫瘍を
抑えるため の, 研究であったりだとか、あとは、股関節グループですね、骨盤グループの方で、はい、3D の、何て言うんですかね、3D で評価することによって、まあ、病態解析であったりだとか、あとは人工関節 の, 適正な設置角度であったりだとか、うん、そういうことの研究を今、股関節グループでは行っています。なるほどですね。はい、ではまさに大学病院で、まあ、もちろんこう今ある高度な医療を行うだけじゃなくて、まあ、これから まさにこう必要になってくるような新しい治療法についても研究されているっていうところなんですね。はい、そうですね。まあ、新しいその治療方法と、うん、あとはその、まあ、病態解明ですね、そういうことに関して、うん、はい、やっています。なるほどですね。まあ、そこはやっぱり大学病院としての、まあ、他の病院とは違う、まあ、機能のまた一つになってくるわけですね。はい、あとでも、それでは先生、ちょっともうちょっと先ほどの再生医療についてお話しいただきたいんですけど、はい、例えばその最初の前十字靭帯 の,、はい、治療については、これは例えばこれを再生医療を、まあ、加えることによって、まあ、再建手術による、まあ、回復が早くなるとか、そういったイメージでいいんですか？はい、そうですね。要はその腱とその骨の付着部が、そこ、まあ、腱と骨のその接合部分が早く成熟してくれれば、そのスポーツ復帰を早められる可能性がありますので、どうしてもその前十字靭帯の手術の後っていうのは、半年から9ヶ月、運動をしてはいけませんよという期間ができてしまうので、どうしてもそのスポーツをやっている方にとっては、その期間がすごく長く感じますし、すごく辛い期間になりますので、まあ、そこを早められないかっていうことが、まあ、一つの目的になっていまして、はい、なるほどですね。まあ、でも確かに、まあ、一つの怪我を負って、まあ、それでシーズン、まあ、いわゆるこう一つのシーズンであるとか、まあ、シーズンまたがって2シーズンをが、まあ、ちょっとこうプレーできなくなってしまうような方がこの期間を短くできるかもしれないっていうような研究を今されているんですね。そうです、はい、これちなみに脂肪幹細胞ってこう多分一般の方には聞き慣れない言葉かなと思うんですけど、これはどんな人の体の中の脂肪にもあるんですか？そうです、はい、もう脂肪細胞の中の幹細胞の数っていうのはですね、はい、幹細胞、他の組織に比べるとかなり多いんですね。まあ、この幹細胞っていろんなところにあって、例えば、脂肪であったり、あとは骨髄ですね。骨の中の骨髄であったりだとか、あとは、末梢血にもありますし、あとは、関節の中だと滑膜という組織があるんですけど、まあ、そういう中にも幹細胞ってあるんですね。まあ、その中で脂肪組織っていうのは、例えばそのグラムあたりに含まれている幹細胞の数っていうのが結構多いんですよ、他の組織に比べますと。はい、なのでそういう意味ではどんな方 の脂肪の中にもいます。じゃあいわゆる自分のじゃあ脂肪からを取ってきて、はい、まあ、自分の脂肪由来の幹細胞を使って治療ができるし、はい、それがまあ脂肪がたくさん入ってるから治療に使いやすいっていうようなメリットもあるわけですね。はい、そうです。なるほどですね。まあもう聞いてると非常に夢のあるっていう、はい、治療かなと思いますので、ぜひお忙しいと思いますけど、こちらのご研究の方もぜひぜひ進められて、こういった障害で大変な思いされている方々の治療が早く終わるような研究の進展をまた期待していますので、頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。はい。それではですね、ここまで東先生からクラウドファンディングや研究についてのお話を伺ってきました。はい。で、この後ですね、最後にまた東先生からですね、クラウドファンディングで、であったりだとか、まあそういった治療を受けてきた方についてもですね、いろいろ話しちゃったんですけど、最後に東先生からメッセージを伺いたいと思いますので、その前にですね、一旦 CM に行きたいと思います。はい、はい、ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。リュウダイ IB 本日は収録でお送りしています。今日はここまで琉球大学整形外科の東千夏先生からお話を伺ってきました。
整形外科で扱われている病気や琉球大学の整形外科で行われている研究についてお話を伺ってきて、また琉球大学の整形外科でですね、今現在スポーツ障害でどのような治療をされているか、で、まあ、どういった先生、障害を見て来られた先生がですね、どういったことに、まあ、関心があって、そこからですね、どういうふうにクラウドファンディングにつながっていったかということを伺ってくることができましたので、最後にですね、東先生からメッセージを伺って、で、本日は終わりたいと思います。で、それでは東先生、聞いている皆さんにメッセージをお願いいたします。はい。皆さん、こんにちは。私自身ですね、やはりその大学生の頃から、バスケットボールですとか、マラソンですとかをやっていました。で、その時にもですね、まあ、足底腱膜炎に悩まされたりですとか、あとはそのアキレス腱付着部症に悩まされたりですとか、そういうことで、まあ、その腱の付着部症に悩まされている時期がありまして、まあ、かなりこう痛みが強くてですね、辛い時期を送っていたなというのを思い出します。でまたその大人になった後もです、大人になったというかその仕事をするようになった後もやはりそのたまにスポーツをすると足底腱膜炎が再発したりですとかですね、そういうことがありまして、その痛みに悩まされたり、またその痛み自体がすごく不快でもう嫌だなと思うことがもう何度もありました。でそういう痛みを自分自身も経験していまして、やはりその患者さんなんかを見て、見て普段患者さんに接してますと、あれ患者さんも、もうとにかく痛いんだと。で、趣味の、例えばフラメンコをやりたいとか、趣味のテニスをやりたいとか、なのに、もうスポーツをすると痛みが再発するんだっていう患者さん方がですね、結構いらっしゃいまして、まあ、そういう方たちにこの体外衝撃がすごくやっぱり効くかなと思っています。で、まあ、もちろんスポーツをやってる中高生、あとは大学生の方たちは、まあ、やはりこう未来がありますし、まあ、そういう方たちがスポーツ障害に悩んでる、ね、方たちをすごく助けたいなという気持ちもありますし、我々世代の方たちが、まあ、日常生活で、まあ、使いすぎて痛みが出てきている、そういう使いすぎ症候群ですね、そういうことを、そういう、まあ、疾患も、なんとかこの体外衝撃波で良くなっていくんじゃないかなというのを思っていまして、このクラウドファンディングを立ち上げたので、ぜひ、まあ、このプロジェクト成功させたいなと思っています。で私たちもこれからまたその地域の方たちにいろんな貢献ができたらいいなと思っていますし、私たちもやはりこう頑張っていきたいなと思っています。ぜひ、まあ、皆さんの支援をいただいてですね、ぜひこのプロジェクト、本当に成功させたいと切に願っております。ですので、このラジオを聞いて、なんかちょっと面白そうだなと思った方はですね、ぜひ、レディー4のですね、その我々のプロジェクト、一度覗いていただいてですね、ご賛同いただければ、ぜひご協力していただきたいなと思っています。はい。また私たちそのキングスのチームドクターもやっていまして、随時今後ですね、もしかしたらそのキングスの方からもご協力いただいて、選手のインタビューであったりだとか、あとはそのトレーナーさんのインタビューであったりだとか、そういうことも今後アップできるんじゃないかなと思っていますので、まあそのあたりも随時見ていただければありがたいなと思います。はい。はい、ありがとうございました。東先生がされているクラウドファンディングプロジェクトは、クラウドファンディングプラットフォーム、レディー4というプラットフォームで行われています。クラウドファンディングで検索していただくと、レディー4っていうのが出てくると思いますので、そこから入っていただいて、まあ、琉球大学であったりだとか、沖縄の地域で選んでいただくと出てきますので、ぜひぜひ、興味を持っていただいた方はですね、見ていただければなと思います。東先生の、これまでの、ご経験から聞くと、まあ、琉球大学だけじゃなくてですね、実はこう県内のいろんな病院で勤務されていたってことで、東先生知ってるよって方もですね、県内にいっぱいいらっしゃるかなと思いますので、寄付だけじゃなくて、こういった活動をしているよっていうのを広めていただくのもですね、すごい心強いサポートになりますので、ぜひぜひ
これをお聞きの皆さんにですね、そういったところからもご支援していただければなと思います。はい、このクラウドファンディング、8月31日までなんですよね。はい、そうです。8月31日までです。はい、ですので、8月31日までにですね、ぜひこれをお聞きの皆さんは、一度、東先生、クラウドファンディングのですね、ページを見ていただいて、内容についてですね、より知っていただければいいなと思います。琉球ゴールデンキングスのですね、選手からのメッセージ、寄せていただいてるんですよね。はい、そうなんです。はい、そういったのも、このレディー4のページではですね、見ることができますので、キングスファンの方もぜひ見ていただければと思います。はい、東先生、それでは本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それでは本日の琉大 EI 委員は、琉球大学整形外科講師の東千夏先生にお話を伺いました。はい、まず、東先生のですね、行われているクラウドファンディングだけじゃなくて、琉球大学の整形外科で行われているですね、新しい治療法の研究などについてもですね、面白い話が聞けたのかなと思っています。はい、興味を持っていただいた方はですね、ぜひぜひ、ホームページの方もですね、見ていただければなと思います。それでは本日の放送はここまでになります。皆さん、また来週よろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。